今日も一日頑張っていきましょう。本日はいかがいたします？よく来てくれたな、兄様。さあ、学校を探検しよう。案内してくれ、マスター。どうした？黙り込んで。何を言ってるんだ、兄様。兄様は私と一緒にいたくないのか？なら何だって言うんだ。チル様、マスターはチル様の身を心配して。うるさい！なんでお前が割って入ってくるんだ。そうか、兄様、そこの天使に何か吹き込まれたんだな。それは違います。問答無用。どっちが兄様の天使にふさわしいか、パワーで思い知らせてやる。戦うつもりですか？天使がそんなことをしたら二度と天界には戻れなくなりますよ。戻るつもりなんかないって言っただろう。私は大好きな兄様の隣にいられればそれでいい。兄様も私のこと、やっぱその好きなのか。あ、チル様が動揺されています。なるほど、さすがはマスター、ナイスな作戦です。作戦？やっぱりそういうことだったんだな。あ、もしかして私またやらかしてしまいました？もう許さん。兄様もそこの天使もまとめてぶっ飛ばしてやる。この戦い負けられませんね。私の本気見せてやる。これだ、狙い撃つ。負けんぞ。避けるなよ。注意してください。すごいの来ます。さすがは兄様。ここだ、くらえ。避けるなよ。すごいパワーです。警戒してください。
助けて。そんな、こんなことあるわけが。なんとか勝てましたね。なんで女神すら倒せる私のネオハートブレイザーが負けるわけ。フェロモンゴーグルの装着者がまとうモテオーラは、すなわち愛の波動。マスターの愛が深ければ深いほど、その力は強くなります。それは、フェロモンゴーグルの考案者であるチル様が、一番理解されていることではないですか？愛の力、そっか。そんなに二人は、熱々なんだな。私が入る隙間なんて、もうどこにも。兄様？え？逃げ場所なんて違う！私は！地上にって無理だよ。兄様は知らないんだ。天使が正規の方法で地上を訪れるにはものすごくややこしい手続きがいる。ましてやずっと地上にとどまろうとしたら生半可な方法じゃ。女神がなんぼのもんだ。兄様だって人間なのに私のネオハートブレイザー相手に勝ったんだもんな。私への愛の力で。わかった。私天界に帰るよ。そんで兄様とずっと一緒にいられる方法を見つけて戻ってくる。だからその時は、私を、お嫁さんに、してほしいな、なんて。バカ！兄様のバカ！もう知らない！天界へ帰る！どうせすぐ会えるんだ。お別れは言わないぞ。次に会える時を楽しみにしておけ、兄様。びっくりするぐらい美人の大天使になって戻ってくるからな。本日はいかがいたします？了解です。現場へ向かいましょう。私必死に考えました。今の私たちに欠けていることは何だろうと。そして一筋の光明を得たのです。これぞまさに典型ですね。いえいえ、手前味噌にはなりますが、ナイスな考えだと思いますですよ。あの悪魔さんを見て思ったのです。私、今まで悪魔さんのことを書類の上でしか見ていなかったと。ですので、私、おとりとなってあのミニ悪魔さんたちの攻撃を一身に受けてみます。ですよね、ですよね。悪魔さんのこと、この肌でしっかりと
感じ取ってみせますですよ。それではやりますよ。打倒悪魔見返せ会社、作戦開始。おー、来てますよ悪魔の気配が。ございました。マスター、私やりました。耐えてみせましたよ。おかげで。ちょっとだけ理解できました。悪魔さんのいたずらって痛いものとばかり思ってましたけど、だんだん気持ちよくなってきて、少し癖になるこの感じ、これが人間の弱さにつけ込む悪魔の常套手段なのですね。いよいよお別れの日ですね。今まで本当にありがとうございました。
マスターのおかげで私会社をクビにならずに済みました。私は天界に戻りますが、マスター、天界にいるチル様に何かお伝えしたいことはありますか？わかりました。向こうであったらしっかりとお伝えしておきますね。ではマスター、そろそろお別れの時です。私がいなくなればフェロモンゴーグルの機能は自動的に停止しますです。本当は次の仕事があった時もパートナーをお願いしたいところですが、チル様に怒られてしまいそうなのでやめておきますね。さようならです、マスター。マスターとチル様が早めに再会できるよう天界から祈っています。の大天使にはそのまだなってないけど、兄様に会いたくて急いで地上にやってきちゃった。うん、死刑だな兄様。もちろんちゃんと女神の許可はもらってきてるぞ。実は人間のリサーチを研究室のテーマにしてみたんだ。天使のエネルギー源、人間の愛の力をより深く知るために、人間や社会のことをもっとよく調査する必要があるみたいな論文を提出してな。地上への行き来には厳しい審査が必要だから、普通の天使じゃ認められないとこだけど、そこはこの私、天使学校始まって以来ともいえる最高成績をサクッと叩き出して特別に認めさせてやったのさ。そうだろそうだろ、もっと褒めてもいいんだぞ。やめろ兄様、くすぐったい。頭をそんな撫でるな、やめろ。はあ、まったく兄様は、まったく、あたしとの再会が嬉しいのはわかるが、だからってそんなわしわし撫でることはないだろう。あたしはペットの犬か。まあ再会祝いに特別に許してやらんこともない。でだ、人間のリサーチの件についてだが、私の研究対象は言うまでもなく兄様だ。ちなみに研究期間は無期限だったりする。あ、これから末永くよろしく頼む兄様。お返しだ。どうやら兄様はキスされるとすごく赤くなるみたいだな。これは研究結果として記録に残しておかなくてはな。頑張ったのにそういうこと言うな兄様のアホ。